ガーデンの朝です。今回旅は2日間の予定ですけども、今日の1泊以外は全部車中泊の予定です。今日が折り返し地点ですね。いろいろ回ってきました。1日目昭和ハウス美瑛県ですね。そして昨日、一昨日は黒田天ぷら店とかドライブインダルマ、ドライブインダルマはハンバーガー食べたことなかったんでね、今まで故障とか売り切れとかで食べたことがなかったんで、それと、昨日のコインレストランコーランのカレー自販機、ね、先日カレー自販機故障してたのが復活して、それいただくのが今回のミッションで、まあ、とりあえずは回らなきゃいけないところは全て回ったので、今回はこれからはね帰るだけですね。あとは平田食事センター岡山県が、6月16日で閉店になってしまうので最後の訪問ということで、まあそんな旅です今回は。とりあえずこれからね、長沢ガーデンのうどん自販機のねうどんいただきたいかなと思います。朝食です。大きい天ぷらの天ぷらうどんいただきたかったんですけど売り切れなので、きつねうどんいただきます。きつねも麺の下に入っているので、今きつねは2枚とあると風のかまぼこですね、これね。あとはネギがいっぱい。きつねですね。いただきます。次は関西風のね塩ベースではあるんですけど、ちょっと味が濃くてしっかりしてます。長沢ガーデンは、国道2号線沿いでね、大型車も止まるような広い駐車場があります。
で390円で入れる、日帰りの温泉もあって、そして昭和のね、売店もあったりして、あとは広いレストランもあります。もう昭和から時が止まったようなね、そんな感じのドライビングです。宿泊もできますので、今回は本館に泊まりました。昨日予約の電話入れたので、ね、まあ、本館だけ空いてますので泊まらせていただきました。まあ、ちょっとね、到着が遅くなって入り口閉まってましたけど、まあ、温泉の方が空いてたんで、そこから入れてもらいました。はい、はい、あ、はい、よくご存知で。あ、そう、いや、前来られてたんです。あ、そうですね、うん、ね、去年女性の方がなんか教えてくれちゃって、あ、お風呂一緒に入ったって方ですもんね。あ、そうです。あ、よく覚えちゃうね